ていうことだね。こちらになるほどね。全てのライブが雨ってことはないんですけれども、でも結構な確率で雨のことが多くて、悪天候で中止になったりっていうことも何度かあったりして、今日も雨の予報だったので、だって最終年で最高だったんだ。そうだっけ？涙ば。ああ、涙ば出てくる。そうでしたね。行くって言ってた。今日、ね、来てくれたらましたよ。終年終年今背筋がちょっと痛い。今背筋がつけたくなりました。今ライブをね、何回もやってるとこんな日もあるんだなと思って、今日みたいにね、本当に予報が覆っているのは忘れずにいたいなと思います。そしたら2曲ほど、戦争反対の気持ちを込めた歌を歌いたいと思います。戦争が、なくなりませんね、本当に。ロシアがウクライナに侵攻してもう1年半過ぎましたけれども、戦争は終わりません。いつまで武器を供与し続けて、どちらかが勝つまでやらせるつもりなのか、本当になんで、戦争を放棄する、戦争の無意味さをもっとこう、訴えないのか、そんな気持ちでいるんですけども、僕もそんな気持ちを何度か簡単にしています。この歌を2曲ほど歌いたいんですけども、ニュースを去年から見ていて、すごく自分としてはね、辛いなと思ったのが、ロシアはロシアで徴兵制がありましてですね、徴兵された若者を、実戦にはね、なさらないという、そういう前提だったらしいんですけど、でもウクライナの侵攻、ウクライナと戦争が始まると、その徴兵された若者がいきなり前線に送られることがあったり、あと、やっぱりその徴兵を拒否することができない、自由がない、ウクライナはウクライナで、60歳までの男は、国内、国外行けないんですね。で、戦わなきゃいけない。そんな辛いだろうなと思って、なんとかこう戦争を、拒否する、戦争を回避する、放棄する、そんな、道ってないもんかな、そんな、気持ちを、僕は歌にしています。また歌いですから、現実路線というよりかは、でもそうやって戦争を放棄するっていう道を、そこに希望を感じるので、歌いたいなと思います。で、現実にやっぱり、ロシアでも徴兵を拒否する人をこっそりこう逃がしてあげるような運動があったり、ウクライナでも逃がしてあげるようなことをやってる人たちがいるというらしいので、僕はそういう人たちにつながっていきたいなと思って歌ってます。そんな歌を2曲から、まずは戦争放棄。戦争放棄、そこに人の未来がある。戦争放棄、そこに人の未来がある。
来がある